はい、今回のテーマとしては表ソフトで初めてフォアハンドを覚える際に踏まえておきたいポイントについて解説をしていきたいと思います。まあ、新たに卓球を始め、また卓球を今の自分からより、まあ、進化させる、今の自分とはまだ違ったプレイスタイルを目指すときにフォア側に表ソフトを貼ること、まあ、全然間違いではないと思います。ただ、まあ、最近では、まあ、フォアに表ソフトを貼る選手って、まあ、あまり多くもないですし、でそのフォアハンドを、まあ、裏ソフトと同じような打ち方で、まあ、覚えようとしてしまうと、まあ、なかなかうまくいかないんですよね。やっぱり表ソフトは表ソフト、裏ソフトは裏ソフトの打ち方というのがありますし、まあ、そこを理解してもらうということは、まあ、すごく大事かなと思います。でそこで今回は私自身もすごく大事にしている表ソフトでフォアハンドを打つときにはここをすごく大事にしないといけない、踏まえておきたいポイントについて解説をしていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、表ソフトでフォアハンドを覚える際にまず一つ目に意識していただきたいポイントとしてはグリップ、面の作り方になってきます。まあ、この面の作り方が裏と表で、まあ、かなり異なってくると思っていて、表ソフトの場合はやはり裏ソフトに比べて面を開き気味にしていただきたいんですよね。開くことによって、まあ、しっかりボールとラケットが当たるようになってくるし、まあ、表面で擦りすぎないようになるんですね。まあ、裏ソフトの場合は多少面をかぶせるだったりちょっと巻き気味にしてもラバーに引っかかってくれるから、まあ、安定してボールを返球することができるんですけど、表ソフトはそれは難しいです。どちらかというとまっすぐ当ててラバーに食い込ませて持っていく感覚が、まあ、すごく大事になるので、まあ、そのための面の作り方でグリップの意識の仕方ですよね。でグリップの意識の仕方というのは、まあ、基本的なところは一緒です。親指と中指、そして薬指を添えるようにしてもらう。でそこから人差し指を足してもらう、まあ、といった形が基本になるんですけど、まあ、このような形ですね。ただ、まあ、私のグリップを見ていただいても分かるんですけど、まあ、親指は比較的まっすぐ入るように、そして、まあ、できるのであれば若干浅く持ってもらった方がフォアハンドの面は出しやすくなってくるかなと思います。まあ、上達に合わせてそのグリップをちょっと深くするであったり何かしらの改良を加えてもらってもいいんですけど、まあ、初めてフォアハンドを覚える際にボールとラケットの当たり方を覚えようと思ったら、やっぱりあまり深すぎる持ち方であったり親指が斜めに入りすぎる持ち方っておすすめはできないんですね。斜めに入れすぎてしまうとヘッドが下がりすぎるであったりボールの外側を捉えすぎてしまうといったことも起こりかねないですので、まずはボールとラケットがまっすぐ当たりやすい、まあ、持ち方というのを見つけてもらうことが大事になってきます。面が開きやすい持ち方というのはやっぱりちょっと浅めであり指も極端に伸ばしすぎることなく、まあ、斜めぐらいの形をとってもらうのが私のおすすめかなと思います。一番良くない形はこうなってしまう、こうなってしまうと表の良さというのは出にくくなるので、まあ、しっかりまっすぐ当てられる角度作りというのを意識するようにしましょう。2つ目としては打球するポイントになってきます。でこのポイントというのは、まあ、基本的に体の前、まあ、こちらになるんですね。まあ、これはまあ裏も表も共通してるんですけど、私が加えて表ソフトの場合特に大事にしているのが、まあ、フォアハンドを打つ時の立つ位置なんですよね。まあ、フォアクロスにボールが飛んできたと考えた時に、まあ、よくレディース選手とか多いんですけど台の真ん中に立ってこういった形でフォアを打ちに行く方が多いんですよね。まあ、裏ソフトとかしっかり自分で強く打ちに行く選手はまだこれでもいいと思うんですけど、表ソフトの場合は私はあまり好きではなくて、やっぱり立つ位置というのは真ん中よりも右側、ここをすごくお勧めしています。でそうすることで体の前でボールを取りやすくなってくるんですね。
まあ、表ソフトの場合はそんなにこう大きく振ることってないですし、まあ、コンパクトに体の前で打球をし続けることが、まあ、すごく大事になってくるので、それをやろうと思った時に台の真ん中よりもちょっと右に立ってもらうことによって自分の適切な打球ポイントでフォアハンドを打つことがやりやすくなってきます。ただ注意点としては、そのまま体がまっすぐ向くのではなくて、やっぱり台の右側に立っても体が球の軌道に合わせて一緒に動いてくる、一緒に動いてくる形を取ってもらうことがすごく大事になってくるんですね。なので真正面でボールを取るというよりかは、ちょっと球に合わせて体を横にひねったここの正面でボールを取るということ、そこから一緒に運んであげる、こういった形を取ってもらうことが表ソフトのフォアハンドがすごく大事かなと思います。この部分って意外と見落とされがちなポイントだと思いますので、今自分自身がどの場所に立ってフォアハンドを打とうとしているのかをちょっと確認してもらうことはすごく大事かなと思います。この何気なく立っている場所によってスイングの大きさであったり打球のしやすさっていうのはすごく変わってくると思いますので、踏まえておきたいポイントになっております。打球するタイミングです。こちらはやっぱりボールの跳ね際、頂点前ぐらいを捉えてもらうことがおすすめになっております。表ソフトの基本のやっぱフォアハンドというのはやっぱり打点速くリズムよく打てるようにしてもらうことが大前提ですし、それができるからこそそこから自分の力で強く打ったりといった応用を効かせることができますので、まずは球の跳ね際に合わせてタターンタターンといったリズムを取れるようにしましょう。このリズム感というのが表ソフトだけではなく全ての技術において大事なんですけど、そこが備わってない状態で技術をやろうとすると先にラケットを引きすぎるであったり、ただ当てに行ってしまうといったことが起こりかねないですので、球に合わせてラケットが動いてくるといった形を取ってあげる。その目安はボールの頂点前に合わせて球に合わせてラケットが引いて振るといった形を取れるようにしてもらうことが、安定したフォアハンドを覚える上ではすごく大事かなと思います。まずはじめはやっぱ簡単なラリー練習から始めてもらうのが一番なんですよね。はじめから応用で前面のボールをただ打つだけになってしまうと、そのリズムとタイミングを使うことも全然できないですので、簡単なフォア対フォアのラリーでそのタイミングを自分で覚えてもらって、それができるようになってからちょっとランダムに振ってもらうであったり、ボールの速さに変化をつけてもらうといった練習を行ってもらうのがおすすめかなと思います。このタイミングで打球してもらう方がやっぱりポイントも崩れにくいですし、表ソフトの良さも出てきます。やっぱ表ソフトは裏ソフトに比べて球離れも早いですので、その球離れの速さを生かしてリズムよくボールを打球することができれば、相手の時間をどんどん奪うことができるので実践でもすごく役に立ってきます。応用として様々なやり方を今までもお伝えをさせていただいたんですけど、基本のフォアハンドを覚える上ではこのボールの頂点前を捉えて打球を打ち続けるということは徹底して意識するようにしましょう。以上の点を踏まえていただいて、フォアハンドの練習を行っていただくと、表ソフトらしい裏ソフトとはまた違った、特徴のあるフォアハンドを覚えることができますので、皆さんぜひ一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。